ロミのせーのガイドマン始まった。では早速いきたいと思います。シロちゃんとハイクバトル、イエーイ。いきますよ。何の侍が出てきたんでしょうか。でね、お今日の季語は来い来い、よし、花火です。来たー。いやー、どうしよう。先日ね、花火大会多いですもんね。やっぱり毎週花火大会行きましたよ。私も行きました。どこ行きました。葛飾区の花火大会。あ、行ったんですか。はい、去年なんか中止になって行かない、ね、そうなんですよ、去年中止になっちゃってゲリラで。はい、それゲリラゴールつけないとしょ。戦争みたいなの危なくなっ怖くなっちゃうんでしょ。ゴール、ゲリラゴール、ゴーゴーゴール。花火から振りまくものは甲斐ひろみ。ありがとうございます。花火のように待ってるからね、私。祭りかな、花火かな、太鼓かな。こんな突然できないですよ。じゃあ今日もマネージャーさんに判定をお願いしたいと思います。じゃあ今日の勝者はどちらでしょうか。ドロー。ドローの場合は2人ともいけるんですよね。いや、できるね。しっかりね、しっかり。そう、ドローかくそー。ドローかくそー、なんか初めてなんですよ、この番組始まって。ドロー初めて。そう、まずバトル自体が初めてですから。なかなか歴史あるみたいなこと言ってますけど、なんか勝敗4回目ぐらい決めないとなんか悔しいね。じゃんけんで、じゃんけんで。もう一回2回戦いきます。じゃんけんで、時間がない。最初にじゃんけん、はい、やったー、イエーイ。はい、カエさんのお知らせをお願いします。はい、私7月25日にファースト DVD 帰りたくないを発売しました。皆さんもう見たかな。今日も帰らせないからな。そんなこんなで、皆さんチャンネル登録、シローさんもコメントよろしくお願いします。お願いします。またね、シロー。イエーイ、イエーイ。好きな食べ物は、ありがとうございます。これしかないみたいなやつ。